こんにちは、ココです。ご視聴ありがとうございます。今回の動画では新しいタロットデッキの開封動画を撮っていきたいと思います。今回開封するのはこちらのデッキさんです。イエーイ。こちらはですね、 US ゲームシステム社から出ているスミスウェイトデラックスタロギルデッドデッキズブックセットということで、こちらはリミテッドゴールドエディションですね。特別なエディションになります。ゴールドということでエッジがねゴールドみたいですね。はい、とても楽しみです。ちょっと前に注文していたんですけれども、そちらをやっと開ける機会が来ました。ですのでこちら開封していこうと思います。そして今日はですね、ちょっと曇っているのでリングライトを使ってるんですね。でそれがちょっと途中で映り込んできたりすることがあると思います。こんな感じでですね、まあ、ご了承いただければと思います。こちらのチャンネルでは新しいタロットカード、オラクルカードデッキの開封動画ですとか、タロットカード、オラクルカードを使ったリーディング、占いの動画なんかもアップしています。ご興味がある方はぜひチャンネル登録お願いいたします。こちらですね、お値段が結構するんですよね。まあ、定価は確か75ドルだったと思います。8000円弱ぐらいですかね、日本円ですと。でも、まあ、最初の方はですね、期間限定でお値段が下がっていたので、実際は60ドルしないぐらいで購入したんじゃなかったかなという記憶です。まあ、6000円前後ですね。そしてこちらの箱はですね、布張りがしてあります。大きさとしてはおそらく日本の単行本サイズじゃないかなと思うんですけれども、でちょっとゴールドの金箔っていうんですかね、ゴールドフォイルがしてあって、横はこんな感じです。パメラ・コールマン・スミスさんのサインが入ってますね。まあ、ここにもですね、彼女のサインが入っているので、まあ、主にパメラ・コールマン・スミスさんに光が当たったデッキなのかなと思います。裏はこんな感じですね。はあ、US ゲームシステムズです。出たのが確か2020年の10月とかじゃなかったかなと思います。なので比較的最近出たデッキさんになります。でこれと一緒にですね、トートタロットのリミテッドゴールドエディションも出ています。これと全く同じような感じで、色がちょっとね違う感じなんですけれども、そちらも以前開封動画を上げてますので、よろしければそちらもご参照ください。そしてですね、いろんな方の開封動画を見ていても、これとっても開けにくいんですよね。やっぱり箱が大きいからだと思うんですけれども、とっても何せ開けにくい。トートタロットの時もですね、開けるのにかなり苦戦したんですよね。今回も例に漏れず開けるのに苦戦しております。開かないですね。よ、開きました。ちょっとだけ。もうなんか一進一退っていう感じですね。右がちょっとずれたら左が引っ込むみたいな。よ、はいこんな感じです。はあ、もうこれはねしょうがないのかなと思いますね。皆さん開ける時苦戦してらしたので、まあ、布張りなんでそれでですね結構引っかかるんだと思うんですよね。はい、中身はこんな感じで、まあ無地ですね緑色になります。そして中身のガイドブックですね、こちらも金箔がサイドにありますね。こちらは、作者さんがですね、サーシャ・グラハムという方、まあ、有名な方なんでしょうかね。Introduction、まあ、この方が書かれた本だと思うんですけれども、結構コンパクトな感じですね。本当にガイドブックっていう感じです。でもいきなりカードの説明で、このイラストがねすごく可愛いというか綺麗ですよね。そしてダイアルカナのね説明に入っています。まあだいたい1つのカードにつき1ページっていう感じでしょうかね。でそうですね、キーワードが書いてあって、
カードの説明ですね。まあ、普通のガイドブックよりは多少詳しいと思うんですけれども、そこまで、まあ、本と言えるほどではないかなと思います。でここからはワンドですね。ワンドの説明、こちらもだいたい1ページ 1.75 ページぐらいですかね、一つのカードにつき。でカップで、ペンタクルで最後ソードっていう感じですね。で最後にスプレッドが書いてあります。ソウメイトスプレッド、面白いですね。あーなんかチャクラのスプレッドでしょうかね。チャクラですね。結構オリジナルというか面白いスプレッドが載っていていいなというふうに思いましたね。これは階段状というか階段のスプレッドですね。で2つ組み合わせてもいいということ でこちらが著者の方ですね。あ、なるほど、なんか聞いたことあるなと思ったら Haunted House Terror の作者さんですね。あと Darkwood Terror、 Darkwood Terror とは結構人気ですよね。なるほど、この方がね書かれたんですね。でおしまいという感じです。まあ、書き下ろしなのかな、書き下ろしなんじゃないかなという印象は受けますね。そしてこちらがお待ちかねのデッキさんになります。リボンがねついてますね。これも、トートタロットと同じような感じですね。でパメラ・コールマン・スミスさんのサインが金箔で押してあります。でこちらがデッキさんです。これはですね、確かスミス・ウェイト・テロって出てますよね。それと全く同じだったんじゃないかなと思います。裏がねちょっと違うんですけれども、すごくね綺麗ですよね。はい、ではこちらも開けていきたいと思います。はあ、いいですね、ドキドキします。いや、 やっぱりエッジがゴールドだといいですよね。まあ、使っていたら剥げてくるっていう点はもちろんあるんですけれども、それでもやっぱりゴールドがいいなと私は思います。まあ、シルバーのねエッジもすごく素敵だとは思うんですけれども、個人的にはゴールドが好きですね。はい、で、あ、余分なカードが2枚入ってますね。こちらの2枚です。おお、これはですねツルツル加工ですね。あのトートタロットのこちらのリミテッドゴールドエディションの紙質というか、まあ、表面ともちょっと違って、こちらは結構ツルツルしてます。はい、リングライトがね映り込んでいますけれども、なるほど。でバッキングはこんな感じですね。豪華ですよね。これゴールドの箱押しになっているのですごくいいと思います。あのライダー版のデッキの中では一番バッキングこれ好きなんじゃないかなと個人的に思います。個人的なね好みの問題なんですけれども。でこちらは宣伝ですね、本の説明になります。パメラ・コールマン・スミスさんの本ですね。はい、で大きさはですね、まあ、スタンダードのタロットサイズだと思いますね。特に変わってないかなと思います。で紙質というか厚さはですね結構ありますね。しっかりしていると思います。なので厚みも普通のあのイエローボックスの普通のバージョンに比べるとあるんじゃないかなと思いますね。ちょっと厚い感じになると思います。で質感はさっきも言ったようにツルツル、結構ツルツルですね。でもカード同士はそんなに引っかかる感じしないですね。でこちらがバッキング、さっきから何回もねお見せしてますけれども、いやこちらがねすごく素敵だなと思って惹かれました。はい、そうですね、まあ、ちょっとですねこの金箔の部分がへこみというか
あったりとかするんですけれども、こちらはですね、製造過程で、どうしてもついてしまう傷なんじゃないかなと思います。なので、特別に何かね悪いところがあるわけではないですね。はい、では早速一枚一枚カードさんにご挨拶をしていきたいと思います。はい、まずは大アルカナのカードから見ていきたいと思います。一番最初は0番の The Fool 愚者のカードですね。なかなかね、こう色が結構いい味出してますよね。私はスミスウェイトタロットはボーダーレス版を確か購入してたと思うんですけれども、そちらまだ開封ができていないので、実際にその色味がどうかっていうのはわからないんですけれども、おそらくそれと一緒なんじゃないかなと思います。センチニオエディションともちょっと違う感じですね。どっちかっていうとちょっとこう古びた感じの色味にはなってるんですけれども、自然にこう時を経て劣化したような色ですね。落ち着いた感じの色味ではあると思います。はい、とてもいいですね。1番 The Magician、 魔術師のカードですね。こちらのねタイトルが手書きなのもすごくいいと思いますし、ボーダーがあっても結構ですね、この色、この髪の色ですよね、白い部分がちょっとアイボリーっぽくなってるんですよね。これもちょっとですね、エイジング感というか、ちょっと色あせ感を演出してるんじゃないかなと思うんですけれども、すごくいいと思います。ただここにあるコピーライトノーティス、著作権のノーティスですよね。これがちょっとやっぱり目を引くとまではいかないんですけれども、ちょっと気になるかなっていう感じはありますよね。その分裏にですねコピーライトノーティスがないので、しょうがないのかなとは思うんですけれども、でちなみに法律的にはですね、このノーティスっていうのは表示ですよね。これなくても全然大丈夫なんですよね、法律的には。昔はですね、アメリカではこの表示がしてないと著作権っていうのが獲得できなかったっていう法制度だったので、昔はですねこれ必須だったんですけれども、今はこのノーティスを書かなくてもコピーライト、著作権っていうのは必要条件を満たせば自動的に付与されるんですね。商標権と違ってですね、著作権っていうのは登録する義務っていうのはないんですね。条件を満たせばその絵を描いた時点で、作品を作った時点で著作権っていうのは自動的に付与されるんですね。そして法的保護を得ることになります。なんですけれども、登録もですね一応しようと思ったらできるんですね。だから最近はですね、大手の企業とかはそういう感じで登録もしてるんですけれども、法的には登録も必要ないですし、こちらのね表示も必要ないということになります。そして2番の The High Priestess ですね。いいですね。結構この落ち着いた色味なんですけれども、ちゃんとこう寒色と暖色のコントラストというか、なんか締めるところは締めるみたいな感じがあってね、すごくいいと思います。3番目、 The Empress、女帝のカードですね。いいですね。こちらはさっきの余分なカードにもね印刷されていましたけれども、結構普通のねカードよりもやっぱり味があって、リーディングもね少し違ってくると思いますね。で特にこの小麦のね色とか、この緑とかもねすごくいいんじゃないかなと思います。なんていうか、こう奥行きがちゃんと出てる感じですね。普通の一般的なバージョンだとあんまりこう奥行きとかがですね感じられない場合もあるんですけれども、この色付けはですねちゃんと奥行き感が出てるかなと思います。いいですね。4番目、 The Emperor、 皇帝のカードですね。後ろのオレンジ色もね結構いい味出してますね。5番、 The Hierophant、 教皇司祭のカードですね。この
頭がね結構目立ちますね。後ろのあのハゲている部分がですね、いいと思います。あとこの柱の色とバックグラウンドが若干違うので、やっぱりね奥行き感出てると思います。いいですね、結構私的にいいんじゃないかなと思います。あのボーダーはねついてるんですけれども、これはですねボーダーがあっても結構いい演出になってるんじゃないかなという印象を受けます。6番、 The Lovers、 恋人たちのカードですね。これも結構落ち着いた恋人たちですね。カメラで見ると多少色味は違うんですけれども、いいと思います。どちらもねそれぞれの良さがあると思います。7番、 The Chariot、 戦車のカードですね。この肌色結構いいですよね。肌色がすごく私的にこちらのカードはおすすめです。なんか人間っぽいですね。はい、すごくいいですね。なんかですね勢いがあるというよりはちょっと止まっている感じにも見えるんですけれども、でもですねあの戦車のエネルギーはちゃんと伝わってくると思います。8番、 Strength、 力のカードですね。これもライオンさんがね優しい感じの色味で、なんか普通のライオンに近いような感じがしますね。いいと思います。そしてやっぱり遠近感ちゃんと出てますね。そういうところもねちゃんと考えられて着色されているのかもしれないですね。9番、 The Hermit、忍者のカードですね。おお、これはなかなか乙女座さんっていう感じがしますね。なんでかわからないんですけれども、まあ、私の個人的な意見ですね。このバックグラウンドの青色とかもねすごくいい味出してると思いますし、いいと思います。ただここのね六芒星はちょっともうちょっとですね明るくしてほしかったなという個人的な好みになります。10番、 Wheel of Fortune、 運命の輪ですね。おー、これもカメラで見ると結構いい色ですね。この雲とかもね立体感が出てますし、いいと思います。なんですけど実物で見るとですね若干あのトーンが下がるんですよね。色のトーンがちょっと暗めにはなるんですけれども、まあ、すごく素敵だと思います。11番、 Justice、 正義のカードですね。正義の女神様、いいと思います。後ろのね幕とかもすごく遠近というかあの立体的に見えてね、いいと思います。12番、 The Hangman、 吊られた男ですね。これはバックグラウンド結構いいですね。私的に好きだなと思います。アイボリーがかった、ね、背景色いいですね。おそらくこれは通常版ではグレーなのかなと思うんですけれども、そこまでね暗くなくていいと思います。13番です。死神のカードですね。これ結構この辺よくわかりますよね、色付けで。ここですねすごくごちゃごちゃしていて通常版ではよくわからない感じなんですけれども、これねはっきり見えて何が起こっているのかっていうのがね分かっていいと思います。であとこの後ろのこれはあなんかねここに池みたいなのがあったりとか、これは川なのかな、船がありますよね。こういう細かいところもちゃんと見えるのでねすごくいいと思います。ここまで細かくはですね通常版ではごちゃごちゃしすぎていてよく見えないと思うんですよね。14番、 Temperance、 節制のカードですね。これもいいですね。この大天使様のこれガブリエル様でしたっけ、まあ、あのどなたかはちょっと忘れたんですけれども、羽がねすごくいい色出してると思います。15番、 The Devil、 悪魔のカードですね。この悪魔のカードなんか黒がいいですね。普通の黒ともちょっと違うような深みのある黒っていう感じがします。でやっぱりこう遠近感が出ていていいですね。
36番 The Tower 塔のカードですね。この黒もいいですね。なんかですね、手で塗ったような黒に見えるんですよね。それが味を出しているポイントかもしれません。あとこのタワーの灰色とかもねすごくいいですし、雲もねちゃんと立体的に着色がされてますね。素晴らしいです。いいですね、こういうちょっとしたね違いがリーディングの違いを生んだりするんですよね。17番 The Star星のカードですね。これもねすごくいいですよね。元からすごく綺麗でポジティブなカードなんですけれども、やっぱりこう遠近法がちゃんと出てるなというふうに感じますね。この辺とかもすごくリアルというか立体的に見えますし、この波紋がね広がっていくのも立体的に見えますよね。いいと思います。18番 The Moon 月のカードですね。おぼろげな感じ出てますね。おそらくこの背景というかこのバックグラウンドのね色がすごくいいんだと思います。そしてこの水のね水色ともまたちょっと違いますし、このザリガニもね紫ではなくてちょっと赤色がかっているところとかもね面白いなと思いますし、いやいいですね。ちょっと星のカードと比べるとおとなしめかなという印象は受けますね。19番 The Sun 太陽のカードですね。これはですね、あの黄色が結構色が抑えられているんですね。だからこうペカペカっていう感じはしないんですけれども、でもあのすごくポジティブでアクティブなエネルギーは感じますね。生命エネルギーがすごく伝わってくると思います。いいですね。であとこの後ろのレンガですかね、これもすごく目につくというか、あの背景の一部なんですけれども、ちゃんとね存在感がある感じがいいですね。20番 Judgment 審判のカードですね。これもなかなかねいい味出してますね。おそらくこれ雪山なのかな。雪山とこれはおそらく水というか川みたいな感じになってるんだと思うんですけれども、その違いもねちゃんと出てますし、やはり立体的になってると思います。そしてね天使様もすごくいいですね。存在感ありますし、この羽の立体感とかもねすごくいいと思います。最後のカードが21番 The World 世界のカードですね。これもねすごくいいですね。このバックグラウンドの青がですねすごくいい味出しているんですね。まあ、その他はそうですね、まあ色味がちょっとこう抑えられているっていう感じが通常版とは違うかなとは思うんですけれども、でもすごくこの4つのね4大シンボルを表す獣に関してはやっぱりこう一番こう近く見える感じがするんですね。すごくいいと思います。はい、では大アルカナ全部揃いましたので、ここでオンさんによる浄化をしていきます。よろしければ一緒に瞑想されてみてください。はい、思いっきりねここリングライトが当たってますけれども、いやーいいですね。まあ、おそらくイラストとかね着色的にはスミスウェイトデッキと変わらないんじゃないかなと思うんですけれども、それでもですねこの後ろのバッキングが変わることと、あとこの横のゴールドのエッジですね、これが加わることによってまたね全然違ったエネルギーを醸し出してるんじゃないかなというふうに思います。はい、では次の小アルカナに移っていきます。はい、では小アルカナに移っていきます。最初のスートはソードですね。本の順番とはちょっと違いましたね。
最初がでしかもコートカードから始まってますね。キングオブソウルソードのキングです。なんかこの辺なんだろう、なんか空に一体化してるようなね、そんな感じにも見えますけれども、まあ後ろのバックグラウンドとは多少青の色が違うんですけれども、なんかねこういう見え方も新鮮だなというふうに思いますね。はい、ソードのキングです。いいですね。結構ね、あの細部まで見えますよね。この遠近がねついてるだけでもかなり違うと思います。クイーンオブソウルス、ソードのクイーン、キングのバックグラウンドとはまたちょっと違った色で、いや味が出てますよね。いいと思います。でこの辺のローブの色とかもですね、通常版ではあったかな、ちょっと思い出せないなっていう感じなんですけれども、アクセントにねなってていいと思いますし、このアクセサリーとかね、こういうところまで目が行きますよね。あと後ろにねどういう木が生えてるのかなとか、いろいろね細部にまで目が行くので、またねこうやって目に入ってくるものが違うと受け取るメッセージもね変わってくるんですよね。いいと思います。ナイトオブソウルズ、ソードのナイト、やっぱりねナイトは動きがありますね。でこの、 あの木がね風に煽られている感じとかもすごく伝わってきますし、いいと思います。そうですね、あの全体的なメッセージを受け取りたい時と、もっとですね細かいメッセージを受け取りたい時ってあると思うんですよね。それによって使い分けるのもいいかもしれないです。こちらのカードはどっちかっていうと、そういう細かなメッセージというか、あの細かなねニュアンスまでも出してくれるんじゃないかなと思います、リーディングにですね。Page of Souls、 ソードのページですね。いやーなんかいいですね。この衣装の色がすごく映えてますし、雲も立体的で、この立っている土地というか、あの足場ですよね、ここもすごく立体的に見えますし、これは何なんだろう、水なのかな、なんか遠くにね山のような水のようなそういうものも見えますので、いいですね、いろいろと受け取るものが変わってきそうです。でこれは2枚くっついてますね。なんか分厚いなと思ったら2枚くっついてました。 Ten of Swords、 ソードの10ですね。いいですね。あのここのですねラインとか、これはですね通常版には入ってなかったと思うんですよね。こういったあの微妙な色使いというか演出がされているのもこのデッキの魅力なんじゃないかなと思います。でなんかめっちゃ刺さってる感しますね。はい、まあ痛々しいですけれども、ここのやっぱり夜明け、ゴールデンドーンですよね、黄金の夜明けが見えるので、ちゃんとね希望も伝わってくると思います。Nine of Swords、 ソードの9、これもいいですね。まあいいと言ってしまうと、あのあんまりねカードの趣旨には合わないかもしれないんですけれども、この辺とかねすごく立体的に見えて、いいですね。本当にあのここだけがねちょっと浮いて見えるというか手前に見えるんですよね。でそこで立体感も出ていますし、なんかね感情とかもよりこの方のですね感情もより受け取りやすいんじゃないかなというふうに思います。あとこの、ブランケットの柄ですよね、これも見やすいですね。あの十二星座のねサインがこちらにあるんですけれども、そういうのもすごく見やすいですし、これは太陽ですかね、いろいろね目に入ってくる部分がありますね。Eight of Swords、 ソードの8、いいですね。この水がすごく立体的というか見えますね。そして、遠近法もちゃんとついていますし、この干潟感ねすごく伝わってくると思います。いいですね。 Seven of Swords、 ソードの7ですね。これもくっついてましたね。このバックグラウンドの黄色いいですね。
ちょっとずるい感じとか出てると思いますし、でまたこの地面の黄色ともちょっと違って、この辺とかもねよく見えるんじゃないかなと思います。状況がねすごく分かりやすい感じですね。 Six of Swords、 ソードの6。これはですね、ここの波の感じとこの水の穏やかさの対照というかコントラストがいいですね。そして対岸もよく見えますし、いいと思います。Five of Swords、 ソードの5ですね。これはやっぱりこの空がねすごくいい色だと思うんですけれども、この雲のちぎれ感とかもねこの状況に合ってるんじゃないかなと思いますし、でおそらくこれはね水ですよね。まあ川か海かはわからないんですけれども、それもちゃんと見えますし、いいと思います。そしてこの人たちの感情とかもねより伝わってくる感じで、でこの表情も、この方のですね表情も若干心なしか分かりやすい感じがしますね。なんか笑ってる感がすごく伝わってくると思います。 Four of Swords、 ソードの4ですね。このステンドグラスねすごく鮮やかですね。目を引くと思います。そして何が書いてあるのかもよくわかりますね。これはなんかマリア様なのかなと、あと子供っていう感じに見えますよね。すごくいいと思います。でこの休んでいる騎士の方の表情とかもねよく見えるのでいいですね。またねリーディングに深みが出てくるんじゃないかなと思います。Three of Swords、 ソードの3。これはですね、まあ、そんなに変わらない感じはするんですけれども、おそらく背景の色がちょっと違うかなっていう感じですよね。なんかですね、もうちょっとこう、なんかここに感情がこもっているというか、ニュアンスが出る感じがするので、またね、リーディングもちょっと違ってくるかもしれません。Two of Swords、 ソードの2ですね。これもいいですね。この水の水色と空の青がですねやっぱりちょっと違うのでいいと思います。質感もねちょっと違って見えていいと思いますし、この方の服もですねすごく立体的に見えるんですよね。いいと思います。なんかですね、この方がすごく前面に見えて、そしてこの後ろの背景がですねすごく立体的にこう奥行きを持って見えているので、すごくですね精神の統一とかそういうのが伝わってくる感じがするんですよね。いいと思います。 Ace of Swords、 ソードのエースですね。これも一見して通常版とねそんなに変わらないように見えるんですけれども、この辺のね色使いとかもちゃんと計算されているなっていう感じがしますし、いいですね。もうちょっとこの緑はね鮮やかでも良かったかなと個人的には思うんですけれども、それでもすごくいいと思います。なんかこの手すごく力強い感じがしますね。はい、ここからは次のスートですね。次のスートはワンドのスートになります。そしてまたキングからですね。キングオブワンズ、ワンドのキング。これもねすごくいいですね。この台座の部分が立体感すごく見えますし、このトカゲさんですよね、これもこうパッと目につく感じがしますし、いいと思います。このワンドもすごく立体感が出てますし、あとですねこの衣装もちゃんとこう表と裏みたいな感じでねわかるんですよね。いいと思います。クイーンオブワンズ、ワンドのクイーン。おー、いいですね。この獅子ですよね、ライオンがすごく立体的に見えますし、あとひまわり、これはねおそらく
台座というか玉座に描かれているひまわりだと思うんですけれども、それとこの実際に手に持っているひまわりもまたね違って見えますし、いいですね、立体的ですね。そして黒猫ちゃんがねやっぱりこう一番手前に見えるんですよね。いいと思います。あとこれなんかピラミッドっぽく見えますよね。もうおそらく山だとは思うんですけれども、ちょっと普通の山とは違う感じを受けますね。ナイトオブワンズ、ワンドのナイト、おお、これもいいですね、立体感ありますね。馬がすごくね、あの動きがあって見えるんですよね。あとこれがさっきもピラミッドっぽいっていう風にお伝えしたんですけれども、本当にねそんな感じの山ですよね。そしてこれは、あのナイトのこの服ですよね、服の柄とかもよく見えますし、この手綱もねちょっとこう飾りがしてあったりとかして、いや、いろんなね新しい発見があるなというふうに思います。Page of Wands、 ワンドのページですね。いいですね、なんかこう情緒感が出ているというか、このページの表情もすごく伝わってきますし、だからですね、あの何を考えているのかっていうのがもっとですね伝わってくるような感じがします。そしてこのどこにいるかっていうね、この環境もすごく伝わってきますし、いやー、いいですね、すごくいいと思います。Ten of Wands、ワンドの銃ですね。これはですね、あの背景の色がすごくいい感じだと思います。そしてここのですね町というか村の様子もよく見えますし、ここに畑があるなとかですね、いやー、いいと思いますね。もっとその状況がありありと浮かんでくるというか、描きやすくなるんですね。そうすると頭の中でですね、こう受け取るストーリーとかも変わってくると思うので、いいですね。Eight of Wands、Nine of Wands ですね。Nine of Wands、ワンドの9になります。これもですね、このワンドの木感というか枝感というか、なんかですね、それがすごく伝わってくるんですよね。ただ茶色で塗っているだけではないっていう感じなので、すごくいいと思います。なんかですね、本当にこの後ろに柵みたいなのがあるみたいな、このワンドの柵みたいなのがあるっていうのがすごくですね、臨場感を持って伝わってくる感じがしますね。そしてこのバンドの高さもね、それぞれ揃ってないんですよね。なんかそういうとこまで今まで知っていたというか気づいていたはずなんだけれども、顕在意識というかその認識できる部分までレジスターされてなかった情報がそこまで上がってくるみたいな感じがしますね。Eight of Wands、ワンドの8ですね。これもね動きがありますよね。後ろのねバックグラウンドがすごくいい色だからだと思うんですけれども、そしてねここもちゃんと遠近感が出るような着色で、いや、いいですね。すごく広々とした開けたところっていうのがね、今までよりも伝わってくるので、本当に自由な感じを受けるんじゃないかなと思います。Seven of Wands、 バンドの7ですね。これはタイツの色がすごくいいですし、この服のね色とかも立体感が出ていていいですし、なんかですねこうすごく臨場感あふれるドラマチックな感じはしますね。本当に苦戦しているなっていう感じを受けますし、でもこの優位さっていうのはこの上にある、立っているっていうね、そこからも伝わってきますし、いいと思います。でこの辺もね何があるのかよく見えるのがいいですよね。Six of Wands、 ワンドの6ですね。こちらビクトリーのカード、いいですね、ビクトリーっぽいですよね。色が
いろいろね使ってあってカラフルですし、あとこの辺のね手綱の色とかもね細かく見えますし、いいと思います。そしてこの後ろの人たちもちゃんとですね着色がしてあるので、なるほど人がねたくさんいるんだなっていうのもよりね伝わってきますよね。Five of Wands、ワンドの5ですね。ここねすごく着色がいいですよね。通常版はですねここまで細かく着色はしなかったと思うんですけれども、いやーなんかいいですね。こう十人十色というか、いろいろこう色が混じってる感じがねすごく伝わってくると思います。 Four of Wands、 ワンドの4ですね。あーこれはそんなにあのペカペカした色ではないんですけれども、なので派手さは感じないんですが、すごくこう幸せ感というか幸福感はね伝わってくると思います。でこの人たちも通常版と比べるとですね人間だなっていう認識がしやすいというか、まあ、ここもそうですね。あとこの辺のね草木の様子とかもちゃんと見える気がしますね。 Three of Wands、 ワンドの3、ここの色がいいですね。これ水の色だと思うんですけれども、黄色っぽくねしてあります。なのでもしかしたらちょっとね夕日がかかっているのかなという印象も受けるんですけれども、すごくねいい色だと思います。でこの辺までもねちゃんと見えますね。いやいい演出がねされていると思いますし、このバックグラウンドもですねあのこの方の心情を表すような色になっているんじゃないかなと個人的には思いますね。 Two of Wands、 ワンドの2ですね。これも、うん、あのこの背景の森とかとですねここがしっかりと分かれている感じで、でね遠くの水もよく見えますし、すごくいいと思いますね。 Ace of Wands、 ワンドのエースですね。これはまあ基本的に通常版とそんなに変わらない感じではあるんですけれども、この辺がやっぱりね立体的に見えるのでいいと思います。これはお城なんでしょうかね。今までそんなに気づかなかったというか気にも留めてなかったんですけれども、お城っぽく見えますよね。またねこの背景にお城がね描かれているとワンドのエースの意味もちょっと変わってくる感じがしますね。はい、ではまた音叉による浄化をしていきます。はい、では次のスートはカップのスートですね、見ていきたいと思います。キングオブカップス、カップのキングです。うん、バックグラウンドのこの色がなかなかいい味出してますね。そしてこの水の色もですね、オレンジじゃないグリーンとブルーが混じり合ったような色なので、あのそれでですね立体感が出ているんじゃないかなと思います。いいですね。こう全体的にあのなんか芯がとても鮮やかに浮かび上がってくる感じでいいと思います。でこちらの後ろにある船とかもですね、細部まで目が行き届くようになっていると思います。そしてこのお魚さんが相変わらず可愛いですね。お茶目なお魚さんです。 Queen of Cups、 カップのクイーン。おー、これはあのこの辺がですねすごくごちゃごちゃしていて、通常版ではよくわからないんですけれども、これはですね比較的まだわかりやすいんじゃないかなと思います。でこのローブというかこの羽織物ですよね、それとドレスの境界線もちゃんと見えていますし、いいですね。でもこのローブがこのなんていうんですかね、床に転がっているこう石に同化するような、そこはですね健在だなというふうに思います。ナイトオブカップス、
カップのないといいですね。イケメンさがさらに際立っているように感じます。後ろのこの水色がですね、すごく優しい感じで、このナイトの優しさをね、表しているような感じもしますし、いいですね。素晴らしいです。Page of Cups、 カップのページ、ページの衣装ってやっぱりなんか鮮やかですね。いいと思います。そこがですね、あの若い感じとかフレッシュなね感じを醸し出していていいと思います。そしてこのお魚さんがやっぱり可愛いですね。Ten of Cups、 カップの10ですね。こちらもね、すごくポジティブで幸せそうな感じのするカードなんですけれども、そうですね、あの虹の色がちょっとおとなしい感じがするので、ここはもう少し明るくてもよかったんじゃないかなとは思うんですけれども、まあ、またはね、もうちょっとこうはっきりと鮮やかな色にねしてもよかったのかなとは思うんですけれども、でもこの家族の幸せそうな感じはすごく伝わってきますね。Nine of Cups、 カップの9、 ウィッシュカードですね。これは、まあ、通常版とそこまで違いはないように思えるんですけれども、心なしかこのバックグラウンドの黄色が他のね黄色のバックグラウンドよりも明るいような、そういう感じに見えますね。 Eight of Cups、 カップの8ですね。やっぱりいいですね。あのこの辺がよく見える、なんかですね、通常版だとこの辺もなんか平坦に見えるんですよね。こうべったりした感じで見えるので、どういうシーンかっていうのがですねよくわからない。まああのコンセプトとしてはわかるんですけれども、これで見ると、あ、なるほど、こういう場面というかこういうねあの背景なんだなっていうのがすごくわかりますよね。いいと思います。そしてこのバックグラウンドのカラーも素敵ですね。Seven of Cups、 カップの7ですね。これはそうですね、まあ通常版とそこまで変わらないのかなっていう感じはするんですけれども、このね雲が立体的に見えたりとかそういうのはあるので、もっとですねこのカップですよね、それぞれのこの夢というか願望を乗せたカップがもっとですねあの浮き出てくるような、そういう感じは受けますね。Six of Cups、 カップの6、おこれもいいですね。すごく立体的に見えますね。いやこれはすごくいいと思います。やっぱりこの辺とかねごちゃごちゃしていて、ここの背景とかもですねよくわからないのが通常版なんですけれども、これはどういうね背景なのかっていうのがすごくよくわかりますし、いいと思いますね。リーディングもしやすくなるんじゃないかなと思います。 Five of Cups、 カップの5ですね。これもあのこの背景の色がですね、この方の心情をすごくよく表しているなというふうに思います。グレー色でもですねカードによってそれぞれちょっと違うんですよね、色味が。なのでそれでですね感情とかも的確に表現できているのかなと思うんですけれども、あとねこのこぼれているワインの色とかもねいいですよね。4 of Cups、 カップの4のカードですね。これは結構色が鮮やかですね。いいと思います。ここの芝生もねすごく立体的に見えますし、この雲もね立体的ですね。なんかすごくいい味出してる雲と手だと思います。これは神のね手を表しているんですけれども、あとこの方の表情もすごく、ね、細部まで分かっていいんじゃないかなと思います。なんか寝てるのかなと思ったんですけれども、考え事をねしているだけのようにも見えますし、いいですね。 Three of Cups、 カップの3、女子会カードですね。これはなかなか
いいと思いますね。特にこの方、この背を向けている3人目の女性がですね、なかなか通常版ではよくわからなかったりするんですけれども、これだと人が一人ここにいるっていうのがすぐにわかりますよね。あとこちらの作物に使われている絵も優しい感じでいいと思います。Two of Cups、 カップの2のカードですね。これは、通常版よりやっぱり柔らかいですね。なんかそこがですね、繊細なこう心の通い合いみたいな、そういう部分を表しているのかなという印象を受けます。Ace of Cups、 カップのエースですね。これはですね、結構、通常版にも近いと思うんですけれども、この池というか、この水の部分ですよね。ここが結構鮮やかに見えるので、これでね、またカードの印象も変わってくるんじゃないかなと思います。で、この溢れる水がね、この鮮やかな池というか水に落ちていくということで、そこからもね、また意味が読み取れそうですね。はい、ここからは最後のスートですね。ペンタクルのスートを見ていきます。キングオブペンタクルス、ペンタクルのキング。これはショーアルカナの中でも一番ごちゃごちゃしているカードのうちに入るんじゃないかなと思うんですけれども、これ分かりやすいですよね。比較的、ここにいるね、動物もよく見えますし、ごちゃごちゃしていることに変わりはないんですけれども、ちゃんとこの台座というか椅子とこの植物の境というか見分けもつきますし、ここに塀みたいなのがね、後ろにあるんですね。そういうところにも気がつきますし、なかなかいいんじゃないかなと思います。そしてこの王冠ってこんなに可愛かったですっけ。ペンタクルのキングの王冠、これは後ろの玉座なのか王冠にね、お花がついているのかわからないんですけれども、はい、こんな可愛い一面も発見しましたね。クイーンオブペンタクルス、ペンタクルのクイーンですね。これも比較的ごちゃごちゃしているカードではあるんですけれども、これはね、バッチリ見えますよね。この辺もすごくちょっとね、ウサギさんが紛れてるかなっていう感じはするんですけれども、この大地と後ろの草ですよね。あと背後には水なのかな、なんか池なのか川なのか映ってますし、すごくね、よくわかると思います。そうするとやっぱりね、こういう場所にいるクイーン、座っている、そしてペンタクルを見つめているクイーンの心情とかもね、また違った感じで想像できるというか、キャッチできるんじゃないかなと思います。ナイトペンタクルス、ペンタクルのナイトですね。これはすごくね、地のエネルギーが安定しているなというふうに思うんですけれども、この辺のね、色もすごくいいですし、このナイト自体のね、色付けもすごくいいと思います。そして背景の黄色ですよね。ペンタクルのコートカードは全員ですね、4人とも後ろが黄色背景なんですけれども、特にこのナイトに関しては黄色が鮮やかに見えますね。Page of Pentacles、 ペンタクルのページですね。このページはですね、他のページと比べるとちょっとおとなしめの色味なのかなというふうに思うんですけれども、そこがですね、堅実さというか、そういうところを表しているようにも感じますし、ちょっと控えめでおとなしくて、でも真面目にね、コツコツコツ積み上げていくタイプみたいな、そういう感じにも見えますね。Ten of Pentacles、 ペンタクルの10ですね。これもね、この辺とかすごくごちゃごちゃしてるんですけれども、比較的見やすくはなってますよね。これ何なんでしょうか。なんか今まで気づかなかったんですけど、これはね、一応この老人のローブの柄っていう風に言われてるんですけど、これは柄なのか、それともここに何か物体というか物質がね、あるのか、ちょっとわからないですね。
物質があるとしてもこれ何なのかちょっとよくわかんないですよね。まあおそらく服の柄かなとは思うんですけれども、あとねこのちびっこちゃんもねよくわかりますし、うん、こことかねすごく今まで気づかなかったんですけど、おそらくここって門がここで終わってるというかここで切れてて、でこれはですねバックグラウンドなのかなっていう感じがするんですけれども、どうでしょうかね、まあ、ここまで細かいところは通常版ではねわからなかったと思うので、そう思うとちょっと面白いですよね。Nine of Pentacles、 ペンタクルの9のカードですね。このカタツムリちゃんがねやっぱり可愛いですけれども、これもね結構後ろ分かりやすいかなというふうに思いますね。ただこのブドウの色がちょっと暗いので、まあ、背景に同化しちゃってる感じはするんですけれども、実物はですねカメラで見るよりも若干明るいトーンになってます。はい、まあブドウはね豊かさを表すシンボルなので、このカードの中ではね結構大事なシンボルになるんじゃないかなと思うので、もうちょっとね目立っても良かったんじゃないかなとは思います。 Eight of Pentacles、 ペンタクルの8ですね。うん、これはまあ通常版とそんなに変わらない感じですかね、まあ、そんなに違いはないんじゃないかなと思います。Seven of Pentacles、 ペンタクルの7ですね。うん、これも結構ですねペンタクルの8と比べるとエネルギー的にねそんなに変わらないというか、まあ、似通っているような感じはしますね、まあ、もちろん若干違うんですけれども、そのニュアンスがねそれぞれのカードの意味になっているとは思うんですけれども、結構ね似てるなという印象を受けましたね。Six of Pentacles、 ペンタクルの6ですね、うん、ちゃんとこの赤い紙、赤がついてますね。いいと思います、まあ、これもですねなんかちょっと色のトーンが暗い感じがするので、なんか本来の意味よりもどうなんだろう、ネガティブってわけではないんですけれども、ちょっとですねダークな意味合いというか厳しい部分も少しね強調されているのかなと思うので、例えばですねこのズルをしようとしている人には施しが与えられないとかですね、まあ、そういう部分強調されているのかなとは思います。 Five of Pentacles、 ペンタクルの5ですね。うーん、これはまあ、カードとしてはその貧困とかね何かを失ったりとかそういうことを表すカードなんですけれども、結構カラフルですよねこのカード。このステンドグラスもすごく目立ちますし、この方たちもですね結構衣装が服の色が鮮やかなので、そんなにね絶望してる感じとかネガティブな感じってね中和されてるんじゃないかなっていう印象は受けますね。Four of Pentacles、 ペンタクルの4ですね。この方の衣装が通常版よりもよく見えるんですよね。で、何かこのローブみたいなのを巻いてるのかな、なんかこう羽織ってる感じしますよね、まあ、その下にこの服をね着てらっしゃるっていう感じだと思うんですけれども、なんかこのまとっているものがエゴみたいな、この方のねこう黒いエゴを表しているようにも見えていいですね。新鮮な感じです。Three of Pentacles、 ペンタクルの3ですね。うん、これもいいですね。はっきりとしていて、で特にですねこの方の衣装とかですね通常版ではなんかちょっとよくわかんないような感じだったんですけれども、これだとねちゃんと見えていると思いますし、この方が持っている、まあ、図面というかそれもねよく目につくんじゃないかなと思います。Two of Pentacles、 ペンタクルの2ですね。これ結構いい色合いですね。この方の衣装のお色といい、帽子のお色といい、すごくいいと思います。なんかですね、馴染んでる感じがするんですよね。なんかこれで、なんていうかこう昔の芸術作品というか、そう言われてもね、なんとなく納得してしまいそうな感じですね。いいと思います。
最後は Ace of Pentacles、 ペンタクルのエースですね。これもねやっぱり鮮やかですね、この庭園というか、なのですごくねいいと思います。そしてこのアーチから見えているね山にも目が行きますし、すごくねいいんじゃないかなと思います。リーディングにニュアンスを与えてくれるというか、コンテクストをねより与えてくれるんじゃないかなと思います。はい、では最後に音叉による浄化をしていきます。なかなかね素晴らしいカードさんでしたね。まあ、カードの絵柄自体はねスミスウェイトタロットと一緒ということなんですけれども、なんか貫禄がね増してるんじゃないかなと個人的には思います。では次のセクションに移っていきます。はい、では次はセルフリーディングのセクションに移っていきたいと思います。デキサにですねインタビューをしてみようと思うんですけれども、こちらのねシャッフルが終わったデキさんです。シャッフルはしやすかったんですけれども、ただですねシャッフルしてるとこのゴールドのエッジがですね若干剥げてきている感じがあってですね、あの金の粉がクロスの上に舞っていたりしたので、シャッフルに関してはちょっとですね気をつけていただいた方がいいのかなという感じがしますね。まあ、結構テーブルシャッフルとかでですね、あのあんまりエッジがこう傷つかないようにしていただくのがねいいんじゃないかなという感じは受けました。はい、ではいつも通り質問を5つ用意しています。まず1つ目が、私に対する第一印象は何ですか。私の第一印象ですね。2つ目が、あなたの得意なことや個性があれば教えてください。デキさんの個性ですね。これからどんな関係性を築いていけそうですか。デキさんと私のこれからの関係性ですね。4つ目、私との約束やルールがあれば教えてください。何かね私に約束してほしいこととかありましたら教えてください。で最後が、通常版との違いは何ですか。通常版の通常のねライダーバンドと違いを教えてくださいということです。はい、ではこの5つの質問に関してデキさんに聞いていきたいと思います。まずは1つ目の質問ですね。私の第一印象は何だったでしょうか。お願いします。そしていつもよりシャッフルは優しめで行っています。はい、こちら Ace of Pentacles、 新しいですね Ace のペンタクル。まあ大体ですね第一印象を聞くと出てくるカードって毎回決まってたりするんですけれども、ペンタクルの Ace が出たのは初めてですね。まあおそらくあの何かを生み出している またはその生み出そうとしている人っていう印象なのかなと思います。おそらく何かをこう形にする、またはこれから形にしていく、まあ、そういうね可能性を感じてくれているのかなというふうに思いますね。まだその芽が出る前の、 あの種がですね地中で芽を出そうと思ってですねこう成長している段階だとは思うんですけれども、これからをね期待してくれているんじゃないかなというふうに思います。私もですねこの世で形を残せるように頑張っていきたいと思います。では次の質問ですね。あなたの得意なことや個性があれば教えてください。デキさんの得意なこととか個性ですね、どういうことが得意でしょうか。はい、こちらです。 The Lovers、 恋人たちのカード、逆位置ですね。なるほど。まあこちらはですね恋人たちのカードって、まあ、主に2つね意味があると思うんですよね。正位置だとあの
もちろんその愛し愛される関係とかですね、そういった相思相愛、愛し愛される関係とかですね、もちろんそういう意味もあるんですけれども、あとですね、選択っていう意味が結構大きい意味としてあるんですよね。でこれに関してはですね、選択って意味が強調されているのではないかなというふうに思います。つまりこのカードさんがですね、その選択肢を全部こう洗い出して、隠れたオプションとかもですね、そしてそのオプションに付随するいろいろなことがありますよね。これを選んだらいい面はこういうことで、悪い面はこういうことでみたいな、でこういう結果が想像できますみたいな、おそらくそういったですね、あの目に見えない可能性とか、そういうものをですね全部洗い出してくれて、そして目の前に提示してくれるのかなっていうふうに思います。でもそれをですね、決めるのまでは助けてくれないっていう感じですね。決めるのはあなたです。ただ私は全部の可能性とかオプションをテーブルの上に並べて見せるだけですよっていうね、そういう感じがしますね。はい、素晴らしいと思います。では次の質問ですね。これからどんな関係性を築いていけそうですか。これからの2人の関係性ですね、どうなっていくでしょうか。はい、こちらです。 Six of Pentacles、 ペンタクルの6、逆位置ですね。なるほど。どちらかがどちらか一方に依存する関係ではないっていうのは確かだと思いますね。でおそらくそのなんていうかな、自分のインテンションというか意識というか、目的というとちょっと大げさな感じがするんですけれども、心の内というんですかね、でそれがおそらくダイレクトに反映される関係になるんじゃないかなと思います。でそれがいい意図がある時っていうのはいい関係性になっていくと思いますし、でそこにですねエゴが入ってきたりとか、依存する心が入ってくるとかするとですね、それも関係性にダイレクトに反映されてしまうのかなというふうに思いますね。なのである、意味裸の関係というわけではないんですけれども、お互いそのうちに何があるかっていうのも隠し通せない関係にはなるんじゃないかなと思いますね。そういう依存心とかエゴの心とか、そういうものがあればですね、関係性にダイレクトに反映されてくるのかなと思うので、それを厳しいと取るか、またそれがですねいい関係を築いていく、理想の関係を築いていくための理想のね条件だというふうに取るかは、私たち次第なのかなっていう感じがするので、いいですね。そういう厳しさもありつつ、でもだからこそそのおんぶに抱っこではないですけれども、依存してしまうような関係っていうのは避けられるんじゃないかなというふうに思います。では次ですね、私との約束やルールがあれば教えてください。何かね、約束してほしいこととか守ってほしいことがありましたら教えてください。はい、こちらです。 Ten of Pentacles、 ペンタクルの10、逆位置ですね。逆位置が続いてますね。なんかですね、そこはこのデッキさんの主張というか、なんかですねコアの部分、芯があるっていうのを感じますね。なんか媚びを売る感じではないっていう感じがします。だからその向こうからですね、仲良くなりたいですっていう感じで歩み寄ってくるというよりは、私はこういう人ですからよろしくみたいなそういう感じですかね、を受けました。はい、で、こちらなんですけれども、そうですね、逆位置で出てはいるんですけれども、伝えたいメッセージとか受け取ってほしいことっていうのはこのカードさんがあると思うんですよね。でもそれをですね、積極的に受け取ってくださいねって言ってきているというよりは、結構ねあなた次第ですよみたいなね、そういう、丸投げっていうわけではないんですけれども、あなたの実力によってはこの私のメッセージのうちの一部しかキャッチできないかもしれないし、あなたのね
あり方というか、まあ、腕によっては全部ねキャッチできるかもしれないし、解釈はあなた次第ですっていう風に言われているような感じがしますね。なので結構クールなイメージがあるデッキさんだなという風に思います。まあ、これをですね冷たいと取るかどうかっていうのは人それぞれだと思うんですけれども、まあ、ある意味愛情ですよね。そのこちらを尊重してくれている愛情なんじゃないかなと思います。これいいからぜひぜひ受け取ってっていう感じで押し付けているような感じではなくって、あなたの意思をあくまで尊重しますみたいな、あなたがそういうね今そういう状態であるっていうのはちゃんと理由があってそうなっているのだから、私はあなたのそういう状態も尊重して、あなたが私のメッセージの全部を受け取れようが受け取れまいが、そこは私は関与しませんみたいなね、そういう感じを受けますね。はい、では最後、通常版との違いは何でしょうか。こちらが出ましたね。まあ、ジャンプカードというよりはひっくり返ったカードなんですけれども、 The Hanged Man、 吊られた男ですね。やっぱりちょっと違ったというか特殊な観点は持たれているのかなという感じがします。通常版よりもなんかですね、こう物の見方とかちょっと違うんだと思うんですよね。だからこそその通常版に比べるとこのね背景の見方が違ってきたりとか、そういうのがあると思うんですけれども、それってそのままこのカードさんが持っている視点の違いにつながってくると思うんですよね。だからおそらく通常版でリーディングをするときとはなんかですね、受け取るメッセージの視点が変わってくるんじゃないかなというふうに思います。でそれをですね、いいと取るか悪いと取るか、まあ、吉と出るか凶と出るかっていうのはその受け取り手の問題、読み手のね問題なのかなというふうに思います。なのでなんていうか、まあレベルが高いっていうとあれですけれども、結構スピリチュアル性の高い、なんだろう、魂レベルの高いデッキさんなのかなという感じはしますよね。まあ、特別に作られたデッキさんなので、ちょっとですね、まあ、高級感がある分だけその普通とは違うエネルギーは確かに醸し出しているんですけれども、なんかですね、そういった普通とは違うっていうミッションを持ったデッキさんなのかなというふうに思いますね。だからこそ普通のカードでリーディングをするときとは違う視点を提供しますよみたいな、そういうのもミッションのね一つにあるのかなという印象を受けました。はい、以上になります。いや、なかなか興味深いリーディングを受け取ることができました。私もね、毎回ライダー版ちょっと違うバージョンのデッキを開封するたびに、それぞれのデッキさんから受け取るメッセージの違いに驚かされるんですけれども、やっぱりこのカードリーディングっていうのはすごく感覚的なものであり、なんていうかな、繊細な作業なんですよね。目に見えないものを読み取って、そして解釈をして言葉に出して伝えていくっていう作業なので、すごく繊細なんですよね。だからこそちょっとの違いがリーディングに大きな差を与えたりとかいうのもあるのでですね、こんなにライダー版のデッキばっかりいくつも持ってしょうがないっていう風に思われるかもしれないんですけれども、そこにはねそういう意図があるっていうのも知っていただくと面白いんじゃないかなっていう風に思います。はい、では次のセクションに移っていきます。はい、では最後、選択式プチリーディングを始めていきたいと思います。いつも通り3択でね用意していこうと思います。今のあなたへ必要なメッセージをこちらのデッキさんからいただきたいと思います。はい、処方者が去っていきました。ではシャッフルをしていきます。今のあなたへ必要なメッセージですね。今めくりそうになりましたね。癖でめくってしまいそうになります。
3枚目です。ではこの3枚の中から気になったカードを1つお選びください。はい、ではまず左端のカードさんから見ていきたいと思います。じゃん、The Hanged Man、 いいですね。今の状況、まあ、こちらのねカード選ばれた方の今の状況っていうのは、もしかしたらですね、ちょっと足止めを食らわされているような、何か物事が前に進んでいかないっていう風に思われているかもしれないんですけれども、それはあなたにとってとても必要な期間であり重要な期間であるっていうことをこのカードさんが教えてくれていると思うんですね。でそういう状況だからこそ見えてくるものがあったりとか、そういう状況だからこそ現状をですね、改善しようとか思ったりするわけなんですよね。いつも全ての物事がスイスイうまくいっていたら、人はこう改善をしようとかってそういう、まあ、気にはならないわけなんですよね。でもそこがですね、足止めを食らったりとか、何かこうトラブルがあったりとか、そうするおかげで現状を改めて見直して、そしてそこでアセスしてですね、そしてこれを改善していくためにはどうすればいいのか、目標としている結果を得るためにはどうしたらいいのかっていうふうに人は初めて考えることができるわけなんですよね。なので今必要なのはですね、あなたのご自身が置かれている状況っていうのを客観的に見つめて観測してですね、そしてそれを把握して、でこれを一体自分はどうしていきたいのか、どう動かしていきたいのかっていうのを考えていただいて、でそれを思い通りに動かしていくためにはどうすればいいのかっていうのをね、考えていただく時期なのかなというふうに思います。なのでちょっとですね、今の時期っていうのは感情をまずクールダウンさせると言いますか、頭にね血が上ってしまうと冷静にね考えることができなくなってしまいますので、まずですね、その気持ちを落ち着かせて、今はこういう時期なんだっていう風に納得していただくとですね、その流行る気持ちとか焦る気持ちっていうのも少しは抑えられるんじゃないかなと思います。そしてその上でですね、自分の状況を客観的に見つめて、そしてどうすれば解決策が見つかるのか、自分は今何をすればいいのかっていうのをですね、冷静に考えていく時期なんじゃないかなというふうに思います。そしてですね、ちょっとしたことがきっかけになって視点をね変えることができたりするんですよね。でそうやって今までとは違う視点からその現状を見てみたりとか、問題にアプローチしてみることによって打開策が見つかる可能性がありますので、そういう点もね考慮していただくといいんじゃないかなと思います。ちょっとその点に関して1枚引いてみましょうね。どうすればその視点のね変換というか、ちょっと違った視点で物事を見ることができるのか。はい、3 of cups、 いいですね。人に相談してくださいっていうことだと思いますね。で特に、まあ、もちろんその気が合うね、普段の気が合う仲間っていうのもいいんですけれども、どちらかというと普段あまり接点がないような、ちょっとこう会うって言ったらなんか特別な感じがする、なんか普段の感じはしないような、まあ、そういうちょっと普段の自分とはちょっとだけ遠いところにいる人ですよね。そういう人にですね、何気なくその相談してみたりとか、意見を求めたりとか、そうするのがですね、結構突破口になるんじゃないかなと思います。で、そうすると、まあ、こういう方っていうのは、あなたのその置かれている状況とかをですね、客観的に見ることができるので、その近すぎないので、あなたに近い人だと、やっぱりですね、その感情が入ってきたりとかするんですけれども、適度に距離があるので、おそらくね客観的にあなたの状況っていうのを見ることができると思うんですよね。でその突破口というか解決策に関しても客観的にアドバイスとか意見をくれたりするんじゃないかなと思いますので、ぜひねちょっと行き詰まっているなっていう風に感じられる方は参考にされてみてください。はい、以上になります。では次、真ん中のカード開けてみますね。はい、10 of swords、ソードの10、逆位置ですね。
そうですね、まあ、こちらのねカード正位置で出るとですね、まあ、苦しみが終わりますよっていう兆候なんですよね。この苦しみですね、この苦しみが終わって長い夜がやっと明けてきますよ、この希望の朝日がもうすぐね差し込んできますよっていうことを表しているんですけれども、これが逆位置になるとですね、それが結構長引いてしまうっていう感じなんですよね。なのでおそらく今ねこちらのカードを選ばれた方が置かれている状況っていうのは、なんかどっちかっていうとぬるま湯に浸かっているような感じ、なんかそんなにですねひどい状況でもないんだけれども、だからといってそんなにいいわけでもないみたいな、でそういう状況の方がですね結構まあ生殺しっていうんですかね、半殺しではないですけれども、生きたまま少しずつですね生命エネルギーを削がれていくような、そういう感じなんですよね。もう熱湯の中にいきなり入れられてですね、熱いってなった時はもう何が何でもそこから出ようとあがきますよね。なんですけれども、ぬるま湯だとですねそこまでの気力は湧かないと、今すぐそのどうこうしないといけないっていう切迫さはないんだけれども、でも満足はしていないっていうね、なんかこれでいいのかなっていう、ちょっと生きたまま殺されるではないですけれども、なんかねそういう状況を表しているのかなと思います。でおそらくその状況にまず気づくというか自覚するのがですね、そこから抜け出す一歩だと思うんですよね。でその後ですね、まあ、どうしたらその状況を抜けられるかっていうことなんですけれども、まあ、もちろんですねその状況に今はまだね浸っているというか、今はまだその抜け出すような時期ではないっていう選択をされるのももちろんいいと思います。それはですねご自分で決めていただくことだと思うんですけれども、そこから抜け出したい方はね一体どうすればいいのか、アドバイスをいただきたいと思います。このカードがね引っかかったので見てみます。 10 of cups、 カップの10、正位置ですね。まあおそらくですねこれはですねポジティブアプローチにしろっていうことだと思いますね。ネガティブアプローチっていうのはなんていうかな、もう嫌だっていう、ここからもう抜け出したい、こんな状況はもう嫌だっていう、そのネガティブなことから受けるエネルギーですよね。もう嫌だっていう、まあ、反骨精神というか、それをバネに自分を突き動かすっていうことだと思うんですよね。なんですけれども、おそらくこちらの方はそのアプローチはあんまり効かないんじゃないかなというふうに思います。それよりも自分がワクワクすることとか、自分がですねすっごく憧れることとか、あこれ素敵、私もこんな風になりたいとかですね、この方素敵とか、そういった感じであなたの心がものすごく動かされるもの、突き動かされるものとか、ロールモデルとか、そういうものをですね、まあ、ライフスタイルとかでもいいと思うんですけれども、積極的に探していただく方がいいんじゃないかなと思います。でその私もこんな風になりたいとかですね、こんな暮らしをしたい、こんなお仕事に就きたいとかですね、こんな世界を見てみたいっていうポジティブな思いがきっとぬるま湯の中にいるあなたを動かす原動力になってくれるんじゃないかなっていう風に思います。まあ、今はですね、結構気軽に情報を得ることってできるので、周りに実際にそういう人がいなくても大丈夫なんですよね。ネット上であなたの理想を叶えている人を見つけていただいたりとか、インスタグラムとかですね、ピンタレストを探していただいて、ご自分のその理想の生活とか、お部屋とかですね、暮らしを叶えてらっしゃる方を見つけてですね、あいいなっていう風にね、すごく心を動かされてみたりとか、そういうのね、積極的にされてみるといいんじゃないかなという風に思います。で、そうすることによってですね、あなたを突き動かす原動力というか、その内側からですね、エネルギーが湧いてくると思います。そして自分の理想に近づいていけるように行動をね起こしていけるんじゃないかなと思いますので、ぜひ参考にされてみてください。はい、では最後こちらのカード開けていきますね。じゃん、
ジャスティス、正義のカード、逆位置ですね。まあ、こちらのカードを選ばれた方はですね、おそらく今、なんていうかその価値観が変わる分岐点に来ているのかなっていう感じはしますね。で特にこちらのねカードを選ばれた方っていうのは、まあ、正義感が強いというか、まあ、真面目な方であったりとか、ちゃんとですね輪を乱さないようにしたりとか、人に迷惑をかけないようにしたりとか、ルールはねちゃんと守ったりとか、そういったそういった方が比較的多いのかなっていう印象を受けたんですけれども、まあ、またですねあえて自分はそうではないって思われる方もですね、おそらくその自分のご自分の一部分ではですね、その律儀に例えば親のね言いつけを、ちっちゃい頃からの親の言いつけを守っていたりとか、何かしらですねそのちゃんとしている部分っていうのがあるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。でそうやってちゃんとしている方っていうのはですね、やっぱりそのちゃんとしてないことっていうのがすごく気になってしまうんですよね。特に人とかですね、まあ、自分でもそうなんですけれども、自分がそのちゃんとしてない、空気を読んでいないとか、輪を乱しているとか、なんか問題になっているとかですね、そういうのがやっぱりこう耐えられないというか目についてしまうんですよね。まあそれはある意味まあしょうがない部分というか、コインの裏表のように、そうやってねきちんとするためにはどうしてもついてきてしまう一面だと思うんですよね。でそこをですねこれから、まあ、見直しする時期に来ているのかなっていうふうに思います。でもちろんですね、そういった何が正しい正しくないっていう基準を持つっていうのはすごく大事なんですけれども、それでですね自分とか人を裁くようになってしまうと、またですね状況が変わってくるんですよね。本当はなんていうかな、そのより良い暮らしを送ったりとか、より良い人生を生きる、より良い人になるためのその道しるべというか、ガイドポストのような役割だった、そういう正義の基準とかですね、そういった善悪の基準っていうのが、それを振りかざして人とか自分を裁くようになってしまうと、たちまち狂気に変わるんですよね。いくらあなたが正しいことを言ってたとしてもですね、やっぱりそれでですね、その人を裁いたりとか自分を裁いたりすると、その人の心にですね傷を負わせる狂気にもなり得るわけなんですよね。で人間っていうのはやっぱりそのロボットではないので、やっぱり心の動きっていうのも大切にしないといけないですし、やっぱりその悪いと分かっているけれども、どうしてもですねそれが従えないというか、守れない、ちゃんとできない理由とか事情っていうのも人それぞれあったりするんですよね。でも私たちっていうのはそういう個々のそれぞれの事情っていうのは表面からは見えないので、まあ、確率的にですねこれはダメ、これはいいっていう感じで判断をしてしまいがちなんですけれども、やっぱり人の行動っていうのは必ず理由があるんですよね。特に自分でもそれがいいのは分かってるけどできないとか、分かってるけどやりたくないとか、そういう時っていうのも必ず理由があるんですね。で、そういうのを学んでいく時期に来ているのかなという印象は受けます。なのでですね、まあ、おそらく何かきっかけはあると思うんですけれども、どうやってねそれを学んでいくことになるのか、ちょっと引いてみますね。こちらがね出ました。Nine of Wands、 ワンドの9ですね。なるほど、まあ、おそらくですね何かしらの行き詰まりというか、なんかですねこのままじゃうまくいかない、このままじゃダメだなっていう状況に置かれるのかなというふうに思いますね。でその時になって初めてその自分のなんていうのかな、自分のことを見直すではないですけれども、その今まで自分がね 100% 正しいって思っていたところにですね、ちょっとでもいいので、もしかしたら相手には相手の言い分があるのかもしれないなっていう、そういう気持ちをですね一挟みするだけでもかなり違ってくると思うんですよね。
まあ、私もですね、気持ちすっごくわかるんですけれども、その自分が正しいと思っている時って本当に自分が正しいって信じているわけなんですよね。でそれはすごく大事なことではあるんですけれども、それとですね、自分が正しいっていうのと相手が間違っているっていうのはまた別なんですよね。それは相手には相手の事情があり、相手には相手の基準というか価値観のね、基準っていうのがあるので、自分のその正しいっていう正義感を持ち出してですね、それを相手に押し付けてしまうっていうのはまた違うことなんですよね。だからそのまた自分がですね、基準としてこれはね、自分にとって正しい正しくないっていうのを持っているのはもちろんいいことなんですけれども、それをですね、相手に持ち出すのはまたちょっとお門違いっていうことをですね、知っておくだけでもまた少しずつね、変わってくるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、もちろんですね、こちらのカードを選ばれた方が周りの人をすごくジャッジしている、ジャッジメンタルな人だっていうつもりはないんですけれども、でも人間って必ずこういう部分誰でも持っているはずなんですよね。あとは程度の違いであり、自分で自覚しているかどうかっていうことなので、この点にね、気づいて向き合って、でこれからそれを、その点をですね、どうしていこうかって決める機会があるっていうのはすごく幸せなことなんじゃないかなと思います。それこそがですね、あなたの魂の精神的なね、成長の機会になると思うので、ぜひですね、前向きにこのチャンスを活用していただければと思います。ということで以上になります。いかがでしたでしょうか。全部のね、選択肢リーディング終わりましたけれども、いや、なかなかいいですね。受け取るアドバイスもいつもとね、やっぱりちょっと違うなっていう感じはしましたし、あとですね、受け取りやすさが違いますね。結構ですね、メッセージがスッと入ってくる感じなんですよね。だからそんなにですね、うーんって考えなくても結構スラスラとメッセージが出てくる感じですね。なのでそのデッキさんの波長に自分を合わせるとですね、自分の波長を合わせるようにすると、比較的スラスラメッセージをね、受け取っていただきやすいんじゃないかなという印象を受けました。とてもおすすめのデッキさんです。まあ、お値段はちょっとするんですけれども、普段使いにはね、ちょっとデリケートなので向かないかなとは思うんですけれども、ぜひコレクションのね、一つに加えたいと、特別な日のリーディングにね、使いたいっていう方はこちらご購入されるのもいいんじゃないかなと思います。おそらく日本のね、Amazon でも購入できると思いますので、概要欄にリンクを貼っておきたいと思います。ということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。いつもチャンネル登録、コメント、高評価、とても励みになっております。ありがとうございます。では次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。